結婚したんですけどね。結婚したんですけど。<laughs> なんか結婚してた、ねえー。結婚発表したんですけど。結婚してたね。結婚発表しました。ね<ー>えー。岩井さんが結婚しました。そうなんですよねー、うん。どうなんですか。はいはい。その。びっくりされましたか。かび,、うん、びっくりしたしとした。っびっくりした。さんには,ね、はいはい。 その発表の前日に電話しました発表の前日だよねびっくりしたびっくりしたうわってはいわかってなってるそれやっぱりうんわかってなっまずなってよそりゃあさでも知ってますもんね澤部さんね相手うんさつき奥森さん知ってます知ってますまあお仕事何度かね しくじり先生とかでも一緒になったりねそそうそう,そうとてつもない賢いですよねまあんめちゃくちゃ賢いね、はい、年の感じとは思えない話し方も語彙力もあるし言葉を知ってるよね。そう うん、賢い子だなと思ってたけど<や>だからそこをそう,、ね、そうそう,そうだから俺も仕事したことあるからよりこうビックりがあるよねだからね相当弱いうなんだっていうのはさ俺もだから結婚するなんていうことは思わなかったよね、うん、自分でに <laughs> その何結婚っていうこと自体そうあ,あそうああ、うん、の結婚に興味なかったですから本当にねだそれはだってずっと言ってたじゃん、うん、そう 結婚なんて別にだいやからその友達も多いしねああ、祝い自体ね別に充実してるし仕事も楽しいし去年までやっぱ思わなかったね結婚したいとか結婚しようみたいなことはねでも自分がびっくりしてる一番ああそうだからそれやっぱそうなんかなやっぱ変わるんだなうんなんか切り替わったとこがあるんだけどね価値観ってやっぱ変わるんだよね なんか、まあ、そうね。順をって、じゃあ説明します。まあ、ちょっと、俺もさ、全然、ちゃんと聞いてないんだよな。いや、全然言ってないですからね、サムさんにもね。言えよ。言ってもしょうがないですもんね、サムさんに。だからその、そう。よく前日でも教えてくれたよね。ああ、そうね。そうそうそう。何も言わずに、っていうの俺は覚悟してるいつもネタはさ、新ネタは当日に教えるじゃないですか。そうそう。だから前日に教えたって、 ぐらいでも、感謝してほしい、俺は。そうそう。俺も嬉しかったよ。はやーはー知らせんの、はやーとはなったね。そうだよね。うん。でも、その時、いろいろこう、その時電話でさ、聞いてさ、いろいろこう、まちょっと、までもそんな詳しくは聞いてないからさ。そうそう。なるほどね。いや、だから、まあ奥森さつきちゃんとは、 まあそもそもだから昔テレ東のカスタっていう番組ね、子供番組で、まあ共演してたんですよね。共演って言ってもなんか別に同じ曜日レギュラーじゃなかったから、なんかたまーに会うぐらいだったんだよね。あんだよね。曜日ごとのね、オファスタってね。俺と曜日が違ったから、たまに会うぐらいだったんだけど、その、でも、そのたまに会う時に、よくなんかハライチのターン聞いてるとか、あの、出たテレビの、 こと、うん、とかすごい見てくれててなんかす,ごすごい言ってくれてねうん俺好きなんだよねそうなんか他の芸人にもすごい詳しいから、うん、まあだから本当変わった子だよねなん,なんかまあなかなかいないよなうんその年でいや恋お笑い好きな子ってね伊集院さんのラジオとかもさ、うん、聞いててさうん、うん あんな下ネタばっかりのラジオをさ、そうね <laughs> この頃に聞いてんだとかさ。わかるかねと思うよね、まず。大丈夫なの,いの年で聞いてこのね。ちょっと心配とかしてたんだけど。で、別に可愛がっていたけど、うん、まあ他の共演者同様に、このさつきをこう可愛がってたっていう感じだったら別にね。だから、そのまま、こう、俺のレギュラー,、えー、さつきのレギュラーの ね、あの、一緒の期間は、うん、まあ、終わって、うん、えっと、さつきは卒業していくわけなんだけど、うん、うん。だから、サンシャイン池崎も、その時、オハスタのレギュラーで、うんうん、で、池崎は、その、さつきと同じ曜日に、あの、おハスタに出てたわけよ。ああ、そうなんだ。そう。その時、そうか。見てないからな、そうだ。だから、共演的には、だから池崎の方が、 多くて、多分池崎の方が仲良かったんだけど、で、卒業後、なんかしばらく経ってから、なんかまあ、池崎も、さつき仲良いから、たまーに、なんか、さつきって呼んでんの何えさつきって呼んでんのさつきって呼んでるの。あそう。よくないいいよ、いいよ、続けて。いや、いいよ、続いや、いいよ。で、だから、たまーにね、卒業後に、なんか三人でご飯行ってたんだよね。ああ。 なんか、こう、ほとんどランチって、ランチして帰るとか、あ,あ,うん、あとお茶して帰るとかだったんだけど、元気かみたいな。そうそうそう。うん、頑張ってんのみたいな感じで、うんうん。で、もう3人以外で会ったこととかも全くなかったんだけど、うん、その なんか、たまに、ご飯行ったりとか、あとなんか、こう、焼肉連れてってあげたこともあったかな。三人で。で、だから、俺の車に乗せて、池崎と三人で、あの、家に帰らせてあげたこととかもあった。送って、みたいなね。で、向こうの両親にすいません、なんか、あの、今日ちょっとお出かけしてましたお出かけさせてもらいました、みたいな感じで。で、そんなことが続くうちに、なんか三人で会ってたんだけど、 なんかどうやら、なんか向こうが、なんか俺に好意がありそうだな、みたいな、感じを、あの、気づき始めんだよね、俺がね。はぁうん。うん、なんか出てくんだ。空気がそうそうそう。空気が出てきて。なんすごいこと言ってるぞ、今お前。なんか。何がなんかなんそれ。<laughs> <え>いや、でもなんか気づくじゃん。まあまあ、そういう、恋心そうそうそう。感じ始めたんお前が。で、LINE とかも、なんか、うん、 来るわけなんだけど、俺に直接。でも、あの、さすがに、やっぱ未成年と二人でご飯行ったりは、俺は絶対にしないよって言ったうん。うん。本人に直接きっぱり言ったんだよ。うん。そしたら、そっからあんまり連絡来なくなったのね。ああ、まあそう言われたらね。そうそうそう。れね。で、連絡取らなくなってたんだけど、あの、本当しばらく経って、あの、ある時よ。あの、LINE 来て、 成人しましたって連絡が来るわけ。はぁはぁあれと思って。俺なんかその時に、俺二十歳が成人だと思ってたから、あれなんか早くないと思ったら、18歳になったんで成人しましたみたいな、なんか LINE が来て、ああ、そうかーってなって、で、18になって、だから自分が成人するまで、あの、サツキ待ってたんだよね、なんかね。えぇうん。はあ。 連絡すんのとかも多分だけどね。はあうん、で、あの、はあ、成人したら二人で会ってもいいって言いましたよねみたいな。うわぁほんと漫画みたいですね。うん、漫画みたいで。盛り上がってるブースの外が。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと待って、漫画みたいじゃなくて、<laughs> おじいさんたちが。ほ、うんとだよな、漫画の設定そうそうそう。だからしばらく来なくて、来てなくて、はあ、で、18年って来たんだよ、それが。って、はあうん、それ言いましたよねって言われたから。うん じゃあ、俺が言ったことだし、と思ったの。ああ、まあ、こう、成人するまでって成人するまでっていう。とは言ってないのか。ニュアンスじゃなかったんだけど、成人してないことを、うん。いかないよ、こ誰もいかないよっていうことを、やっぱ、成人したらいいと、捉えてくれてたんだよね。ああ、しましたけどそう。どうなんですか岩井さん。って言われたから、あ、俺が言ったことだ、これってなったの。うん。うん。 だった、じゃあ、ご飯でも行こうかっていうことになるわけですよね、うん、それでね。一、うん、回は。そう、うん。まあね。で、あのー、まあ、行ってみて、うん、で、そしてやっぱり、なんか、ちゃんと俺に恋あるんだなってことに気づいたんだよね。あ<ー> <laughs> はあなんか。まあ、そりゃ、でもまあ、そうだよな、そんだけ。感じてたことはやっぱ本当なんだと思って。<ー>うん、そうやって、お誘い来るってことは、まあそうだよね、それね。うね、ん。 まあだから本当さっきも言ったように、なんか賢いじゃないですか。ああ、そう。しっかりしてるし。で、俺も話してて別に楽しいしね。話通じるし。そうなんかあんま感じないのいや、全然感じないね。感じない。話してても。そう。ああ、そう。そう。聴いてる音楽が若いなぐらいかな。ああ、それはちょっと、今もわかんない瞬間があったみたいな。そういうこと、ぐらい。ぐらいで。 で、渋いしね、向こうの趣味もなんか、ラジオ好きだったりとか。まずそうだよね、ラジオ。あとなんか普通に美術館行ってみたりとかなんかしてるし。まあその辺も合ってる。文化的な、あの、ことが好きだから、なんか。意外とまあ合ってる。なるほど、そういうの見に行ってんだとか、なんかそういうのなんか見たりして。で、さ、まあその、俺も結局ね、あの、まあ自分でも気づいてんだけど、あの、自分のこと好きな人が好きだからさ、 俺なんか。自分のこと好きってのはの岩井あの、その、その子が、俺のことすごい好きだっていう人が好きだから。好き好きっていう子が。そうそうそう。なんか俺もちょっとやっぱ好きになってたんだよね。その、好き好きっていうの感じら感じながらも。うん。で、話も合うし。そう。で、それで、じゃあ付き合ってみようかっていう話に二人でこうなって、 って言ったんだけど、まあ年齢もあるし、なんか向こうも人に見られる仕事してるからさ、なんか、それの上で、あの、やっぱ半端な付き合いにできないなと思ったのはね。うん。そうね。そう。だから、付き合うにあたって、今年の初めだよね。向こうの両親になんか場を用意してもらって、 あの、挨拶させてもらったんですよね。付き合う。その付き合う最初の時に。そう。こういうことで、あの、お付き合いさせてもらいたいんですけどって。うん。そしたら、ま、すごく、めちゃくちゃいい両親で。うん。えそう。なんかフラだな。勝負公も、だってね、びっくりはするでしょまずね。いや、してなかったっぽい。なんか聞いてたのかな、多分結構。あ、そうか、そうか。うん。で、お父さんの方は、 だからそのサツキはもう成人してるし、もうだから一人の大人なんで、まあ本人たちが良ければ自分は全然いいんですよっていう感じでね。で、お母さんの方は、なんかまあサツキからもずっと好きだって聞いてたから、なんかすごくいいと思うって言って。へー。そう。理解のある、こう、スーッと話をびっくりしたけどね。うん。いやびっくりするね。な、え したよ、なんかそのお父さんすごいロン毛だったからいやそれは別にいいじゃんすごいロン毛だけどすごいバンドマンみたいな感じの人でさうんそんなんでびっくりすんなよお前がおって違う違う向こうがびっくりするターンだから一回なんか家族写真を撮ったっつて見せてもらったんだけどあの「ハンター×ハンター」のゾルディック犬みたいな写真だった ああ、いかついね。いかつーっルディック系は。だいたいみんな髪長いしドルディック系。ああ、いかついね。で、すっごい好意的でさ。そう。それにびっくりでしょいや、びっくりしたね。まずね。うん。あれって。そう。ええ。いや、お母さんはだから会ったことあったんだけど。うん。まあ、池崎と三人で車で送った時とか、のき先に出てきてくれてたりしたから、あ、どうもみたいな感じで。うん。だから、その時もさ、 すっごいいろいろ話したわけ。うん、あの、その4人でね。挨拶行った時行両親と、うんうん。で、仲良くしてもらって、これが、すごい仲良くなってね。<laughs> あ,あ、そう。うん。思いのほうが。どんだけ仲良くなったかというと、うん、俺その後日、うん だから、その、俺とこのさつきと、両親の4人で、焼肉キング行ってるから、うん。<laughs> うわー、仲良し。仲いい。焼肉キング行ったらもう家族だからね。<laughs> 焼肉キングって。もう家族。家族だから。焼肉キングって家族の場だから、ね。焼肉キング行ってるからね、俺ね。あー、すごいね、うん。焼肉食べ放題のね。あー、すごい。あそこね。うん。うん。そうだよ。そう。そう キングキングとか、ま、食べ放題言ったら家族だね。キングコース頼んでる。ああ、家族だね。そう。100分食べ放題。向こうの両親とね、さつきが、とんでもない食うの。ああ。爆食家族なんだよ、もう。まあ、それ殺し屋だから、やっぱりそれ。カロリー取っとこないとね。そりゃそうか。本当に。あの、100分ノンストップで。すご。いや、休まないんだよ。ええ。 あ、足りないぐらいの時間で、ばーって食って、肉となんか、さつまいものバター焼きみたいなのあるね、ある。ある子も頼んで食ってんだねあるある。すごい、若っ。でもなんか、4つ五5つぐらい食ってたからな。<ー>さつまいものバター焼きを <laughs> <laughs> すごいっすね、って言って。<laughs> <ー>うん。で、お父さんの方がさ、うん、あうちの普通ですよ、これが、とか言って。<laughs> あそう。へえ。<laughs> そういう仲良くなってさ、で、そう。 で、お母さんの方とね、あの、ま、二人で話す時間がなんかあったんだけど、その時に、その日かなうん。あったんだけど、その、そのお母さんの方がさ、いや、あの子なんかあの年と思えないでしょって、俺に聞いてきて、だからその、いや、本当ですよってって、もう賢くて、なんかいろいろできて、みたいなこと言ったら、そのお母さんが、あの子あの人生二回目だから、って。 ああ、そう。言うわけ。ほんとなんか。ああ、って笑っちゃってさ、なんか、わあ、って。通りで、あんな感じなんですね。ってわけだな。そう。一体なんかしてね。うん。すごい面白いお母さんだね、で面白い。どっちも面白い、めちゃくちゃ。うん。で、そんなあって、だからその、付き合うのは、承諾していただいたわけなんですよね。はうん。それがそう。まあ、今年の初めだね。一月ってことか。うん。 書いてあっそう、1月からその付き合いが始まったんですけど、で、さあまあ、そ付き合っていくうちに、今年の半ばぐらいに、なんかちょっと言い合いになったことがあったんですよね。喧嘩なんかそう喧嘩みたいな、なんか些細なことだったと思うんですけど、その時に、このさつきが、結局、岩井さんは、岩井さんのことが大好きな私、 が好きなんですよねって言ってきて<う>だったら私の好きがなくなったら岩井さんも好きじゃなくなるってことだよねって言ってきたのね<う>、うん、って言われて<う>で俺は<う>あその通りだったってちょっと思ったわけ岩井そのことを 俺のことをめちゃくちゃ好きなさつきが好きなんであって、うんうん、じゃあ私が好きじゃなくなったら岩井さんは私のこと好きじゃないんですよね。って,言われてなるほど。うん、いや、その通りだって思って、うん、いや、なんか、それを自覚して、確かに言う通りだってなってさ、うん、あの自分のことがだから好きなさつきが俺は好きだと思って付き合ってた。うん、えじゃあ、 あの、その、さつきがこう、俺のことを好きじゃなくなったら、うん、俺ってどうなんだろうって、うん、なんか本気で考えて、その時に、うんうん、言われて、うん、はってなってさ、うん、でもなんかこう、うんその時に結構考えたんだけど、うん、でもこう、さつきが、あの、俺のことをこう好きだろうが、そうじゃなくなろうが、うん、でもなんか好きになってるなと思ったの。 はあ、うん。その時に。うん。ちょっと真剣にね。うん。で、それと同時に、うん。いや、さつきは俺のこと、人として対等に向き合ってたのに、うん。ああ、なるほどね。いや、俺はそうじゃなかったんだってったね。うん。うん。で、初めてその時に、あの、対等に向き合って考えて、うん。あ、好きだなと思ったわけ。うん。で、 いや、なんだよと。いや、俺の方がよっぽど子供なんじゃんって。うーん。思ったんだよね。うん。はぁ。だから、ごめんと。うん。うん。いや、一人の女性として、俺、さつきのことが好きだわって、言ったの、その時。今年の半ばぐらいうん。前までだったら、考えられないんだろう考えられないかもしんない。多分ね。うん。 前までの祝いだったらねそう,うん自分の好きに当てはまってるから好きなだけでっていうね前までだったらなんかそう、うん、あなんか理屈で考えてたんだあなるほどね、うん、それがなくなってそれを超えてくるそ<う>なんかなんか理屈じゃないんだってその時になったんだよななんか理屈をずっと考えてたけど、うん で、考え抜いた結果、もうこれは違うなってなって。で、そのもう本当に、理屈じゃなく好きなんだってなったんだよな。なんだよな。なんだよな。うん。な。を見てる。理屈じゃなく理屈じゃなく、好きなんだな。好きなんだ。岩尾、雪雪。ださい章を書かないでください、急に。 ああで、そ先月だよね。ああ<は>、ほうまたちょっと進んで先月ちょっと進んで先月。ああなんか二人で話してるときに、ああこう話の流れでね、うん、あのこうやって付き合ってるけど、うんあの、やっぱいつか世間に公になったときに、うん、いや厳しい目で見られるだろうなって。うん その時どうしたらいいんだろうなみたいな話をした 2>, 2人で 2> うん、うん、そうでそんな風に話してて、うん、その時やっぱり考え抜いたんだけど俺もいろいろどうしたらいいか、うん、この関係を、うんうん、なんかこう厳しい目で見られるその公になった時にじゃあもういろいろ考えて、うん、結構考えて これもう、二つしかないと。ほう,うん。二つこれもう別れるか、うん、あの、責任とって納得してもらうには、結婚するかっていう、この二つしかないなって、俺は思ったの。うん。うん、うん。いや、でも、いや、なんか、さつきには俺は結婚とか言えなかったんだよね。はあそういうのを。うん。 その二択ってなった時に、選択肢としては浮かんだけど、言えなかったんだ。言えなかったね。いう感じではなかった。いや、相手の人生を決めちゃうことになるわけじゃん。これって、この選択って。うん。で、まだ色々、世界は広がっていくと思うし、あの子の。で、奥森さつきとして、なんか一人の人として、ちゃんと仕事したいはずなんだよね。うん。あの人って。目標、夢があって、まあ、やってるわけだからね。 そこに、やっぱ結婚ってなると違うバイアスがかかっちゃうんじゃないかって思ったの、はね。活動する上で。うん。だから、そんなことを考えたら、いや、俺には言えないわって、思ったの。多分、でもその中にも、なんか自分の保身とかも多分入ってると思うんだけど。世間にどう見られるかとか。かも入ってると思うんだけど、でも一番は、 向こうのこと考えたらやっぱ言えないわ。うんうん、これを、結婚を突きつけるのは、ちょっと濃すぎるわって、俺は思ってたから。真剣に考えたからこそのねそ。だとしたらもう別れるしかないのかもなって、思ってた時に、さつきが、うん、じゃあ結婚しちゃうって言ったの。はあ、いや、その時俺は、はあ、いや、かっこいいって思ったね。はあ、<laughs> うん。 ええー、そんなに二人でそれを喋ってる時に、急にポンって言ってきたの俺はすっごい考えて、はあ、あ、これや、やばいなって。うん。もう別、ん、れるしかないのかなと思ってたら、はあ、じゃあ結婚しちゃうっあ言た時に、はあ、うわ、かっこいいわって思って、はあ、いや、なんだこの人と。うん。いや、めっちゃ肝座ってんじゃんって。うん、あのね、俺は、あの人がどんだけ賢いか、いろいろ考えてるかを知ってるから、あの、自分が今結婚、 結婚っていう選択することで、どうなるかっていうのは分かってるはずなんだよね。うん、うん。俺が考えてることも多分頭に浮かんでるはずなんだ、う、よ、ん。うん。その上で、<ー>結婚しちゃうって言えるって、いや、凄す,すぎると思って。は<ー>俺は。確かにね。かっこすぎんなと思ったのね、うん、その時に。うん、うん。だから、俺もそれに応えないとと思って、うん、結婚しちゃうって言われたから、 あ、え、えっと、あ、俺も、俺も、思って、思って、ダサーダサー坊おいチェリーーイめダサいななんだこいつ俺も思ってた、思ってた。結婚しようっい結婚しようかって。お前、引き出されてんじゃないよ。乗っかって。そうね、俺も思ったね。達成って。言われてんじゃんっ もう向こうからだね、じゃあ。本当に。そうだね。い、いわゆるこう、プロポーズ。うん。みたいのは。そう。俺も、面食らったし。すご。うん。なんか言わなきゃと思ったんだけど。えと、えっと、もう思ってた。結婚しようって。ああ、いや、それ、聞いたかちゃんとその後。んその対応でもう嫌われてる可能性ある。あるよ。 いや、あれちょっとやっぱダサかったな、今考えた。バーって冷めてる可能性あるからね、それで。結構ダサかったと思う。そうだよ。うん。変えるかじゃないけど、この。そうね。お、え、お、ういやー、そう。それぐらいちょっとすごいね。彼女のそのね。あの日はなんかすごかったな。うん。すごいね。で、そんな。だからなんか、勢いっていう感じじゃないんだね。じゃないね。いろいろ考えて。で、俺も、結局でもその、 っいなって気も座ってんなああなんかあの一本筋取ってんなっていうところが、うん、きっかけになったっていうのもあるかもしれない、ね、かっけえな尊敬できるっていう、うん、そうそれはもうだからあの彼女はもう考えてたんかねそのいわゆるそういう話を二人でする前からある程度もうんうん、そう決めてたんかねもう気持ちはうん,なんか そうだねまあね両親と仲良くさせてもらってるって時からそういうふうに思ってたのかもしれないかもねうんで結婚を決めたわけなんだけどその後向こうの両親にもこう結婚しますって言いに行ってねでお父さんの方はさいやどうせ結婚するんだったらあとでも一緒なんだから今結婚した方がいいですよってお父さんがなんか言ってて言えないな俺だったら なで、そう結婚することになりましたああそこではい結婚そうはあそうなんですよね今もなんかずっと「うわんか結婚してるじゃん」と思って俺は聞いてたからねドラマ見てるみたいな感じだった今そうねああそううんんかいろいろ気づかされたねうん だからそ,うそれすごいね、それやっぱ奥さん、うん、奥さんがさ岩井のことを気付かせてあげる人間ってのがいないと思ってたから俺は、うん、もう、うん、それを変えられるっていうかさがっつりもう固まってた岩井勇気という人間はこう考えはねガチガチにさ、うん、それをやっぱ、こう溶かす変える。 人っていうのはなかなか現れないと思っちゃってたね何回もハッとさせられることあんだってなんか思ってさ。すごいなって思ったんだ。そうか。うん、すごいね。あ<ー>はぁ<ー>。そういうことなんですよね。それで結婚か。うん、めでたいね。うん <laughs> それがそれ、<laughs> そうか。そう。それで俺一昨日聞いたわけか。そうそうそう。あー びっくりしたなないやまこっちはこっちでなんかさまあなんだろうな、うん、こんな急にとは思ってなかったからね、うん、だしその電話もらった時仕事終わりだったんだけどさ俺、うん、ちょっといいみたいなね岩井がはい、はい、でこれこれこうでさみたいな,、うん、なんかドッキリ俺その日6発ぐらいかけられてさ <laughs> <laughs> 6発ぐらいかけられて、<laughs> うん、帰りスタッフさんに、うん、これもう,もうないんでって言われてタクシー乗せられて、うん、祝いから電話来たから、うん、絶対ドッキリじゃん <laughs> <laughs> って思ったんだよ、俺最初。そう,そう。<ー>なかなかないだろ ?6 発かけられての帰りのタクシー。うん、でもうないですってスタッフさんに言われて <laughs> 乗ったタクシーでの電話ってなかなかないから、うん 怪しいなって思ったけどそういういお相手の名前とか出てきてさ、うん、それであ本当なんだって途中でだんだんなってってねうん、うんうん、そうかうんあとなんかあ結婚決めてよかったなってことがもう一個あったんだけど<う>指輪をね、うん、あのサイズを聞いたんですよね、うん、指輪のサイズを、うん、そしたら「うん、じゃあ指輪測るやつ買うわ」って って言われたの、うんうん、ネットでって、うん、でまあその後で買ったっていう報告が来て、うん、なんかどういうの買ったのって聞いたらあのさえっ、ー、と,、えーと,えー、と輪っかに指輪みたいのがいっぱいさ、うん、リンでっかいの指輪みたいのがいっぱいさついててあるある南ついで何郷、ね、<で>っていうのが全部違うやつなん<ー>、うん、あれをなんか買ったらしくて。 え、どんなやつ買ったら指輪のサイズ測かるのって聞いたときに、あの、刑務所の鍵みたいなやつってきたの。まあまあ、ぽいね。いっぱいついてる。そのときに結婚決めてよかったなと思った。そこじゃなくないかな結婚決めてよかった思うそこで。やるねと思ったすごくない君やるねって。すごくないいやいや、まあまあ、例えとしては分かりやすいしね。いい例えだと思うけど。 いや、そこじゃないもっとあるって。普段生活してる中でも。そういうとこなんだよね。今後は、まあまあ、祝いはそうだなんか、おーってなる。おーってなるときが多い。ああ、なるほどね。だし、あれ、買うのあれって。えんないけど家に置くもんあれ。俺もなんかね、あの、アクセサリーショップとかでやるもんだよね。そうそう、別にすぐ測ってもらえるからねああ、そうか。なるほどね。そうっすね。いや、俺はもういろいろ、 さあなんか最初、聞かされた時はさ、やっぱり、なんていうのかな、はあ、マジかって、そうだよね。一瞬、やっぱりこう一言で言うと、引いてた瞬間もあって、ああ、そうだろうな。言に表すと、多分そうだと思うんだけどね。で、まあなんかここまで詳しくは聞いてないけどさ、電話でまあ聞いてさ、たときに、まあ、そうかと。 うん、まあ、祝いわゆる、だからこう、道をちょっとこう、外れるような、段階を、は踏んでない、っていうのを聞いたしさ、まあそういうのをやる人間じゃないというのもね、はい、まあ一応幼稚園かこう、付き合いで、分かってはいるつもりだったから、まあ、うん、ああ、じゃあ全然あれだな、すぐその、とか電話中にも、気持ちはこう、なんかね、うん、電話切るときにはこう、おめでとうとすっとは言えたかな、なんかね、その時はね。 いろいろかね、だから年とかさやっぱ言われるじゃないうん,、うんうんうん、そりゃさやそう、ね、でもなんか年上とかだったしな祝い過去なんか俺だから俺年上としか付き合ったことないんだよねそうなんだよね、うん、だから今回そうか年下ってなったけど、うん、まあそもそもじゃあやっぱり年とかで見る人じゃないんだな、うん、まあ岩いは、うん、って思ったしうん で、そこでなんか俺は妻の、さ、俺のね、うん、妻の言葉というか、うん、言われたんだけど、初めて顔以外で選んだわって、俺のことね。 結婚なんか、な、な、なんだったの決めてたとか、なんかそんな話初めて顔以外で私は選んだって言われて、結婚っていうのはなんかそう、やっぱ今までのこのなんかさ、流れとか、関係なくこう、やっぱり、そうか。ぐっと変わる何かがあるんだよね、多分ね。そうかもな。まあ俺はそう言われて複雑だったけど、まあ嬉しかった。内面をこう見てくれたんだと思って、嬉しかったけど、だから祝いもまあ、そういうことだよね、別になんか。そうだね。今までないものをさ、やっぱ。いや、俺もだからそうだったんだよ。 なんかその、年とかを気にしてたんだ、うん、ずっと。でも、話して、うん、だからそういう、あのー、自分のことが、好きな、うん、私が好きなんですよね、とかいうのとかを考えたときに、どんどん、うん、あのー、人と人としての関係になってたんだよな。うん、は,ーはーなるほどね。<う>いやだからそれからだんだんそうだよな。お前のリアクションもなんかちょっと変わってたんだよな。 今年よく考えるとね。そうですか。なんかわかんないけどみんな言ってたじゃん。それこそ若林さんと佐久間さんとかも言ってたよね。言ってたな。なんかね。あの、僕らの時代に僕らの時代で若林さんと佐久間さんに言った時に、えらい結婚とかの話聞いてくる。予兆はなんかあったんだな、なんかな。そうかっていうね。だからその時に若林さんに、俺は、俺のことを、天才って思ってくれる人がいいんですよって。 良、うん、かったんですよって言ったの。うん、でも、それはよくないなって思って、うん、あの、そう。っていう、反省をしたんですよねっていう話もしてんだよ、ね。ああ、なるほど。うん、あそこまで言ってんだ。そうそうそう。ああ。それでだから、それで昨日、一応昨日発表があったでしょ、はい、この今収録してます、うん、昨日発表があって、そ昨日、小戸原ね、はいドリさんとの番組の収録があってね。うん それ、だから、それなんか本番前さ、赤若林さんから、明日のそのポカポカでなんかあれか、みたいな。発表なんか、みたいな。言われた時に、俺はだからその、お前から電話もらっていろいろ聞いてたけど、発表をいつするとかまで聞いてなかったんだよ。はは。だから、その、なんか若林さんに言われた時に、ん。何のこと言ってんだろう、みたいな。なん。え、何すか、それって言ったの。はいはいしたら若林さんは、あ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  どっちも、どっちも変な感じになってる <laughs>。そこに佐久間さん入ってきて、うんあ、まぁ、あ、ちょっとこの後みたいな、なんか、変な空気になかったの<笑><笑>で、俺はもう全く何も分かんなかったから、うんうん、で、そのままオドハラ収録始まるときに、オドハラのスタッフさんに、えー、知らないんですかみたいな。うん、いや、この後発表なんですよ <laughs>、みたいな。で、うん、って言われて、うん、発表しての、まあそのオドハラその収録、うん、 が、その時がまあ、一発目だから、だからちょっといじりましょうかというかね、祝福と。発表の時間と一緒だったよね。同じぐらいだった収録。始まりが。だからコーナーのこのタイトルコールとか始める前に、ちょっと岩井さん祝福といじりと、やりましょうっていう。俺そこで知ったから、今日発表なんだって。ああみたいな。だからもうその、本番終わった後に若林さんも、 いやなんか隠しかと思ってびっくりしたよ。<laughs> 若林さんがめちゃくちゃ焦ってたわ。そうなんだ。そうそう。言っといてね。か発表まで。<laughs> なんもそ,そ,そうそう。ちょっと誰も知らなかったんだよ、ね、そうなんだね。<ー>びっくりしちゃいましたけどね。まあ。 んかお祝いしてもらいましたけど「いろいろねスタッフさんとかね「ぽかぽか」ねお祝いされる顔やっぱ持ってないね俺ってそうだよ気持ち悪い顔してたぞ今日も複雑な何か複雑な顔してたんだようん複雑な顔してたそうこれはまあそうねわいはどう思ってるか分かんないけどね別にさこの世間の声とかさ別に自分たちのあれだしね っていうのはあるけどなんかまあこうちょっとゆこうね幼稚園が一緒の身からするとね、うん、なんか今日も言ったんだけどねなんかあんまり別にあれですけど祝福してくださいね <laughs> 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 強制はしませんけど <laughs>、まあ、祝福してってくれたら私は嬉しいなとは思いましたけどねうんうんう いろんな知らない人の声より、これ、うん、大事な人の好きの方が響くから。うん、やお前そんな、言ってるじゃないよ。てっててってあんまそんな、や、やめろ。相方の目義って、<laughs> 相方の目義って言ってんの、それ今。<laughs> なんだこ <laughs> <laughs> いつ。俺、なんか。人間として成長するのよ。<laughs> なんか。いや怖い。実感するね。<ー>成長してる。第 <laughs> 一 <PH US O> のターンー。ラジオネーム。 吉祥寺流カスさっき知り二人を祝い一曲読むタンタミンラも心ポカポカ。何なんだよこれ。リスナーたちがもう混乱してます <laughs> 急に急に結婚するから。なんでタン卡で送る。パニックパ起こしてタン卡が送られてきました。ありがとう。 でえー、エンディングはあこちら埼玉県ラジオネーム岩井勇気のママさんからのリクエストで、えー、スピッツ夢じゃない,ゃないでお別れしたいと夢じゃないなですかななんで夢じゃないのこれもう岩井勇気のお母さんからね仲いいママからプロデューサーの宮崎さんと連絡来まして、うん、こういうのはちょっとあれだと思うんですけど介入するのはあれだと思うんですけど、うんうん 勇気一曲だけリクエストさせてくださいって、勇気のお祝いで、サプライズで一曲だけかけさせてくださいって言って、昨日、車の中で聞いてたんですって、夢じゃないよ、そしたら歌詞がぴったりこれも息子に送るべき曲だということになりまして、わがまま言わせてくださいってって、宮崎さんのところに送られてきたスピッツ、夢じゃないでございます。いいいいかかががでですすややまあありたけど いい曲でしょやっぱ有名じゃないね母親そんなことするんだって方がんかちょっといんですけどやっぱりあったみたいですよ前うちの親がねうちの親のリクエストスペシャルあったじゃないですかあれみたいにって言ってましたよねあれみたいにちょっとそうならなかったですかあれみたいにできませんかねみたいなあのさ今日母親から電話あったんだよおおおおあのいや そのまあ結婚の話はまあしてたあの「いやちょっとさ」って言って澤部さんのお母さんが結婚聞いてなんか電話かけてきたんあの何の電話かって思ったらあのって「赤飯作る」って言ういやそりゃそうだろ今だね赤飯 なんかさ、前さ俺が赤飯見に行ってたらさ「んかんか」のフェスみたいなの見に来た時にお前の母親だったら赤飯好きなんでしょってそうだよ私の赤飯食べなさいって言って今度作ってくるからって話してたじゃないですかこの時のために取っといたんだねお祝いだからそりゃ今頃小豆をね、水に浸して戻してる頃だと思いますけどもうちの母親は。 送らせていたお二人にね。だだねということで、ハライチョウタン、ラジオカードのかアップルポッ p キャスト、s t Spotify、Amazon Music などでアフタートーク配信しております。配信はこの後深夜3時ぐらいになります。こちらもぜひお聴きください。うんはい、いやー、岩井勇気、いわゆる結婚スペシャルていうね、っち、うん、もやってきましたけどね。実感ないね、絶 これ以上、来週エンディング曲リクエストを送っても流しませんのでね、今日だけです。何母親に言ってんの母親に言ってます。<laughs> <laughs> 母親、いやいやいや、岩井一と、ああうちの親に言ってます。<laughs> <laughs> いいけんじゃなエンディングってうちの親もなったらねそう子供の子供のラジオの私物化してるから私物化しちゃって絶対かけられると思われたらねそうだよなあと岩井父だけまだワンターン残ってますうちの父親は何にも知らない曲何が好きなんだろう曲を何にも知らない知らないうちの父親は全然まあラスト本当に岩井父のチャンスがあるとすればねもしねカラオケ行ってもずっとタバコ吸ってる人だからそうか歌わないはずね あ<う>ということで、いやー、結婚したね、うん、ねしましたね,したねな,んかなんか変わるんかな、いやー、なんかー、うん、あのーね、結婚を別にしたいと思わなかったじゃないですか、まあ,まあずっと言ってたらね、うん、いや、最悪だなだから結婚はみたいなね、なんか、ね逆に本当にね、したくないぐらいにちょっと思ってた、うん、ちょっとだけ思ってたの。うん ちょっとだけっていうのが結婚したときになんかサーベイがすごいちょっと上から言ってくるんだろうなみたいな、あ,あ,あの予想してたから結婚した時に先輩パパみたいな,ああな、ね、先輩感出してくるだろそれすごいやめてくれよマジいやいやいやそれでちゃんと あの俺の個室ビデオリストアップして送るから、ね、い,いらないんだよとりあえず新橋に一緒に行こうパパじゃあ新橋パパみんな個室ビデオ行ってないから今度は新橋一緒に行こうまだな d v d の選び方とか個室ビデオ誰かと一緒に行くやついないから、ね、全部教えるからか、ね、いいらないとかね個室のとこ結構。 迷路みたいになってるからさ分かんなくなっちゃうんで自分の部屋がその辺覚えるコツで先輩パパ教えることまずそれじゃねえだし教えますんでねねということでこれからも2人既婚コンビになりましたけどもまあ別にねそんな何も変わらないかもしれませんし変わった面もちょっとこう楽しんでまあそうですねね聞いてもらえれば なんか見てもらえればよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、す、え、べ、ー、ての手先は、うん、ht at mark ts dot co dot jp ht at mark ts dot co dot jp。すべて小文字でハライチの H とターンの T です。はい、ちょっとあそうだ今日あれを言いたかったんだ。はい、そうだ。祝いの話ばっかりしたけど、はい、石川県の能登町で今季最多となる480本のブリが上がったん。いらないって<ー>今日。<laughs> いらねえだろ今日ブリの話隙間がなかったアフタートーク詳しく話したいと思いますちょっとやっぱハマチブリ私一番好きですんねちょっとこの辺詳しい話はちょっとアフタートー回させていただきますということで TBS ラジオでお聴きの皆さんこの後木曜ジャンクおぎはぎのガネビーきでお楽しみくださいということで今週はこの辺で原口サビュと岩井勇気でしたまた来週 ハライチの岩でですすサビュ毎週木曜深夜0時から放送しているハライチのターンアフタートーク」です。お座り下した語りましたね。いろいろね。話を。え。どうなるんだろうね。何も「え何決まってないの?」なんか。まだって言ってたよね。 一緒に住んだりはしてないわけでしょしてないね。その辺別にまだ決まってはいない。決まってないね。おいおい。おいおいだね。ああその辺の結婚式とかまあその辺もまあ別においおい。ね、ああ。それもしねわかんないけどもし結婚式やるとかってなったらやっぱりね宮崎さんもちょっとスピーチ考えなきゃいけないです。<laughs> <laughs> 宮崎さんのガチガチのスピーチのことね前ね、胸岡ディレクターのね、結婚式の時のスピーチ、ガチガチでしたからね。ガチガチでしたそれ緊張しますけどね、スピーチ。マイク直されてましたもんね、式場の人に。そうね。ラジオマンがマイク直されんなよって、だいぶ思いましたけどね。恥ずかしかったですよね。あとね。 あの、結婚式やるとしても、あの、ラブレターズだけは呼ばない。何がよいや、だって、あんなさ。胸岡さんの結婚式で。あんな、恥ずかしいさ。あの、爆音の西岡中学校。中学校、や。めちゃくちゃ良かったじゃん。爆音だったじゃん。えああ、いける。いわ中学校。中学校やめてほしい。本当に。うん。ラップ、ラップのね、いや、いいです、いいです。楽覧ね、じゃん持ってきて。 素敵な時間だったよなめっちゃうるさかったじゃんっていや面白かったよな、うん、うわそうねまあその辺もだねいろいろゆっくりこうねはあ、い、<ー>どこで感じまああんまりまださこう実感はないよねこっちもねないよなどの辺で感じるんだろうなうん,うんそうねえ、うん そわかんないなうん今日それこそ爆笑さんとかにお祝い頂いてたじゃねいただきましたよそうそうああいうの見るとまああっとは思うよな今のところねあのそう宮崎さんにもいただきましたしねあと小宮さんにもらったね小宮さんかっこよかったなあ上げ方の小宮さん 昨日かあ、うん、ってね仕事ねでなんかまあ仕事してメイク落としてる時に、うん、これって言ってパッとねあの置いてサッと置いて帰ってかれ帰、ねうん、ってたよね、うん、ちゃんとこのご祝儀袋を入れてね,ね、うん、メイク室の椅子に置いてってたよねなんかうそ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  <laughs> うそうそう優しい うん、ねえ小宮さんもだからねあの知ってるからね皐月ああ<ー>、うん、お発想たぶんそうだと思うねそうかそうかそうかおおおいおい何がいいか聞いといてって言ってたようちの妻は、うん、何がいいのとかあんの <laughs> なんだろうね、うん 二人でもしこう暮らし始める時の何かとかね。んか想像できてないな、全然。ああ<ー>、うん。まだそうか、うん。なんかそういうことを想像して結婚しようって思ってないからね。ねああ、なるほどね。うん。そこのさっき言ってたような。そう。うわっ、かっこいいそ<う>尊敬できる この人だってなって人間を見て結婚してるだけだから、結婚に憧れてるわけじゃないから、うん、別にこの人と結婚したら、うん、毎朝コーデとかそういうことじゃなくてね、かだからそれでこうまあそれで幻滅とか言う人もいるけどさ、うん、それでこうどんどん楽しい一面というか、うん、楽しい時間を見つけられていく可能性。うん あるしねそう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 ,うんうんいいねいや向こうの親面白いんだよなすごいねうんそうその後なんかもうあれだからね、うん、あのはま寿司4人で行ってるからね <laughs> <laughs> 家族でも。はま寿司4人で行ってんだよ。数年後4人で CM 出んじゃないの向こうの親と。むっちゃくんだから。はま寿司の CM いけんじゃないすごい、何なんだろうね。それ何なんんなんかスポーツやってた、なんか体でかいとかそういうことなんだからめっちゃ食うっていうのは別いや、全然でかくないよ、2人とも。うん。本当の大食いの。大食いファイターの感じなのかな。はま寿司って、 であのめっちゃ食ってで出て「ちょっとお茶でもしますか」っつって4人で夜に米田行ってるからねうわすごっ米田でまたちょっと食べんの米田でなんか城のワールの話してるからいやもうそんな食えないっすよっっておい食えよそんな食えないっすよっつって試されてるぞお前食えよ いや食えないっす。いただきますだろう。そこは。そんな若手芸人みたいな。すいごいす。ただきます。ハペコですだろすごいよね。いいね。そっちのだから、そっちの心配もないんだね。向こうのこうやごさんとみたいなね。今度二人飲みましょうよって。お父さん。お父さん。言っ飲みに行くんだけど。 話なんか合うっていうかなんかこんなことさ向こうの親に言うのもあれだけど接しやすいかいやいいじゃん一番いいじゃんん接しやすいか多分だけどあのあの家族俺誰とでも差しでいけると思うはあすごいけどなそれそんなすぐなかなかいけないとよそれへえ そんな感じ。あ<ー>う,んうん。うん。よかったね。どうしてんのその澤部さんは。はい。向こうの親と。向こうの親と。いや、だからそう、差しはないな。今までないよね。へぇ、えー、まあ、うちの向こうのお父さんもやっぱめちゃくちゃ面白い人だけどね。あ、そう。そう。全然、働かないでサーフィンしまくってる。<laughs> <laughs> <laughs> 何それ。<laughs> 聞いたことなかったけどそうなんほぼマイク・マキさんみたいなこのもうこの本当かっこいいこのなんていうのロマンスグレーというかこう白髪にでもうんかサフィーやったりであっちの海の方の茅ヶ崎とかさ向こうの茅ヶ崎のアーティストと酒飲んでみたいな毎晩みたいな。 すごいァンキーだな。生かした人だね。それで言うと、あの、ね、こっちのあの、ね、向こうのお父さんは、週7でボクシング行ってるボクサーじゃん。週7でボクシング行ってるもとかじゃない。週7は。ボクサーでもそんな行かないですよ。行かない行かない。言ったの。うん。でも行ってんだって、ボクシングジムに週7で。ええどうすんだろうなんかあんのかまあ、 運動でってこと運動で始めたのがハマっちゃってすごいうわそれどういう感じでそれんかどういう話でその流れになったそういう話になったのいやではんかその「この前何してたんですか?」ってその時は焼肉喧かの前に「何してたんですか?」って「いやボクシング行ってました」つって「えやられるんですか?」っていう話から「週7で」っつって「わかんないそれ威嚇かもしれないお前への」 いやもほんとらしいよでもそのあの休みの時も開けてもらうつって <laughs> えジムをジムを <laughs> どういうことなのすごいよすご一回動画見せてもらったけどやばかったよへ<ー>スパーリングみたいなやつってて持ってるのは何かほとんどんプロのライセンスとかいやそういうのは興味ないんだってへえ<ー>、うん、腰で殴ってたもんね あうん、ちゃんとした打ち方ね,ねめちゃくちゃ強いんじゃないじゃあ、うん、やばいよへえー、俺がなんかしたら <laughs> ボコボコボコボでコまあそうだな、うん、そうだねはあうん、そうかあとは何するんだろうな、うんそうね、あとはまあまあ席を入れるのってことだよね、うん なんかそうだ母親の方もボクシングやってるのね、うんうん、え確かはあでなんかその向こうの両親が2人でスパーリング見たんみたい見たんだよなんかそれすごいね、はあ、え聞いたことないよ <laughs> 夫婦でスパー夫婦でスパすごっ やっぱいろんな先週だっけお前んちは夫婦でパチンコでしょうちは夫婦でフリスビーでしょだからやっぱお前そのそうだねお前んちのそのさ奥さんの親はボクシングなんで夫婦でね夫婦の時間なかなか見ないよね奥さんの親の両親のスパーリングスパーリング見ないヘッドギアしてたやしてヘッドギアしてたすご殴るってことだろうん お父さんそうそうそう奥さん相手てやってたよなんかうん好きなんだなそうね面白いよねへええそうそうそううちの妻は言ってたけどねなんてうちの妻のうちの妻の 感性というかね。うちの妻の主観、まあど、感覚なんですけどね。うんうん、だから、お相手ね、あなたのお相手の写真とか見て、うん、お母さんに似てるねって。うんうちの。あ,あ、どうした澤部ママに似てるって言い出して、澤部、うん、ママに,に、なんかお母さんに似てるねって言って。うん、やっぱ結局サーベ部なんだね、みたいな。<laughs> って、うちの妻は言ってた。全然似てないです。うん。だから顔で選んでんじゃないって。うん。相方。澤部感で選んでる。結局澤部で選んでるねって、うちの妻は言ってました。ちょっとなんかボブなだけでしょ。そうだね。ボブカットなだけでしょ。そうだね。ボブの感じね。うん。うこれはまあ、なんか あんまブリの話ですかブリが480本水揚げされましたね <laughs> 本格的なブリシーズン到来いらないいらない、えー、ふるさと納税で私もブリ頼んじゃいましてね <laughs> いらないってブリ、はい、のことしだからお正月 2>,、うんえー、2日から行くのよ旅行とか、うん、だからもう今年はおせちとかもうがっつり別にいいかっつって、うんうん でもお刺身俺食べたいんだよやっぱお正月でさ知らないよだからマグロとあとブリをふるさと納税で頼みましてねいいよブリの話楽しみですねブリしゃぶも別で頼んじゃいましたからねブリしゃぶのブリと刺身用のブリとマグロと祭りです澤部は祭りが開かれますねえ 楽しみだなぁいやなんかさ、うん、今思ったわ、うん、なんかそ正月とか、うん、それ頼んだりするわけでしょ、うん、なんかほんとに申し訳ないんだけど、うん、今後全部自分でやんなきゃいけないんだって <laughs> <laughs> い,やだいろいろ親がやってくれてたけど全部あれだよだから切り替えないと。うん なんかずっと言ってたん。はいお母さんお母さんんて言ってたんつみ立て兄さんあみ立てお母さん積み立てお母さんお母さんお母さんにお金を全部管理してもらってる積み立てお母さん積み立てお母さんとかあなたおっしゃってましたけど全部ほんとあれだよ切り替えないとそうか積み立ておくうさんにあのまあ別におくうさんでもいいけど奥さんにもうあなたがやった方がいいって言うんですよ嫌です ちょっともうそれはそういうのやんないといけないのうんまあまあ別に奥さんに任せるでもいいと思うけど、うん、まあねそうか最初はまああれじゃない、うん、やった方がいいんじゃないどうい,いかまあどうしてたそういうの結婚したての時、うん、だってお前さだって結婚はいくつだっけ ?27? じゃあ26ぐらいまで全部お母さんがやってくれたんだろなので、一人暮らししてたしな。いや、一人暮らしして、全部自分でやってたよそれ公共料金の。バカな。できるわけないだろ。26の。バカな。バカできるわけないだろ。やってたんだよ、俺。一人暮らしして。公共料金。どうやって払うんだよ。どうやって払うんだよ。いやいや、いるよいでしょ。引き落とししてとか。引き落としなんかできるわけないだろ。 ちょっとやるだけだから別に。手続き。手続きくれ。どうやったんだよ、手続き。そんなんだから、書いてあるからもう。え請求書に。裏とかに書いてある。読んでもできねえだろ。<laughs> <laughs> <laughs> だったらいいよ、別に。じゃあ、コンビニでもいいし。うん、コンビニ行って払うでいいじゃん。やり方わかんないよ。言えよ、店員に。すごいすみませんって。もう渡しちゃえばやってくれるから。うん、はずい。 やばいよ、こいつ。やばいよ。おい、結婚してんだぞ、こんな奴が。どうすんのいや、どうすんだと思ってるよ。ね。うん。で、合宿やるか、もう。ん一回。結婚合宿うん。高給料家支払いかな、とか。合宿でやないとな。合宿一回やってもらった方がいいわ。うん。なんか、ファミマのやつとかでねえかな。 合宿で。えなこのえなこ、えなこやってくれねえかよ。俺、えなこにあったらちょっと聞いてみるわ。合宿でできねえからえなこの結婚合宿ワオ。結婚合宿ワオねえかって、えなこに聞いてみろ。合宿ワオはあるかな何公共料金の支払いとか。支払いだろあってだからさ。家賃も。家賃。え家賃も。家賃どうしてた任してるよ。え それどういうことでも契約から全部ほぼ任せてるってことか契約は何かできたおおって思ったね俺できたできてるってあとは任せた任せたうんまあでもその辺だな家賃公共料金あとあのお米買ってくるんお米買ってくるのうんどういうことお米買ってくんのやってもらってるお母さんにうん 全然ちょっと意味わかんない、うん、どうえお米なんて別に買えるじゃん自分でいやいや,いやお米はさ、うん、なんか買ってきてもらってるあのお前の母親も連れて行け合宿 <laughs> <laughs> お母さんもちょっとなんか甘やかしちゃってるからもう,あそ,うそうだよ別にネットで買え,買えばいいじゃん別に、うん、あとあの 領収書とか全部まとめて税理士とやり取りしてくれてる <laughs> <laughs> えそのやり取りもお母さんがやってんのそうよちっちゃいそんなんだって二重にいこうだってめんどくさくなっちゃってそんなな、なんでちょちょお前がまとめて、うん、税理士さんに送ればだってい一発じゃんなんでお母さんが入るのそこにあだからそのまとめる箱みたいなのがなくて、うん、ここを入れとけば、うん、あのお母さんが来た時に持ってきてくれるっていう箱があるなんで一回回収するのお母さんがえ <laughs> それなんか手数料払ってる <laughs> ってお母さんに。払ってないよ。じゃなきゃ成立しないですよね <laughs>。<laughs> 払ってないよ。え、うん、手数料いらないのがお母さんなのか、うん。そうそうね。<laughs> お母さんだから。お母さん、さん素晴らしいよ。うん、いやいや、それが全部だ。もうそれ全部。<laughs> そ,うそうだね。ちょっと直そう。うん。コープもコープもお母さんに言えば頼んでくれるんだけど。<laughs> コープお母さんに頼んでお母さんがそのこの通販なんていうのこのコープで宅配の宅配の頼んでくれてで実家からお母さんが宅配してくれるからいやどういうことね2回2手順ぐらい多いよでもそれがお母さんだからお前が注文でコープ届けてくれるからまあそれは分かるんだけどね うんまあいいのかお母さんはお母さんはだからまあ会いたいんだろう前にねそりゃまあそうだったんだからそういうのを積極的にやっちゃうんだろうなってなるとちょっとどうなんだろうな寂しがったりもするかもなお母さんもやっぱりそうかもしれないなあとは あれだななんか粗大ごみとか持ってってくれる意味わかんない普の <laughs> 粗大ごみのあれ買ってさ <laughs>、うん、ペタって貼って電話してでもお前どんどん出しとけば<は>持ってってくれるからはやり方わかかんないかなあの母親が粗大ごみ <laughs> 持って,ってってくれて埼玉のに あの西貝塚環境センターにしてに行ってくれ <laughs> <laughs> やばいよ無敵だな、うん、お母さんそうだね全部受け負ってくれんだそうかもな,なんでもやだね、うん、あ<ー>その辺話してますかあなた奥様に話してないですねそれもまたびっくりするんじゃないうん そうだねこれを機にやんないとなかもなうんっていうあでもまあラジオ聞いてんだもんな知ってるよね,よねま知ってるだろうなじゃあ大丈夫か大丈夫かじゃなくて追求できないでいるんじゃね <laughs> あそれやっぱり変わらないといけない時期が来てるのかもしれないな37 <laughs> 細いもしかしたらねもしかしたら <laughs> もしかしたらそろそろ変わらない時期が来てるのかもしれないな <laughs> 遅いのよ37で、うん、過ぎてんのよもう結婚ってそういうことなのかもしれないな<ん>、うん、結婚したらそういうの全部自分でやんなきゃいけないのかもしれないなその前にやっとくの全部できるわけないじゃん <laughs> <laughs> 一人暮らし大体やっぱり一人暮らしして、うん、そういうのを学んで、うん でっていうのが多いですけどねまあね俺一人暮らしだって思ってなかったのかもしれないああ<ー>実家の離れだと思ってたのかもしれない、ね、ああでもそれの可能性はあるね、うん、だってずっと最初頃なんてもうしょっちゅう実家帰ってさそう思ってたかもしれないねうんそういうことだな言ってよ、ね、その前に なあ。どういうこと言ってくんなかったじゃん。どういうこと何を全部そういうの自分でやんだぞって。言ってたじゃん言ってなかったじゃんめっちゃ言ってたよ、みんなで。いや、それなんかヘラヘラしながら言ってただけで。違う違う、それはあなたが聞く耳持ったんだよ、真く。私もなんか、笑ってくれるからこれでいいんかなと思ってたんだから。違う違う違う。なあ。まちょっと言ったら、うそっちが切れ出すの、いつも。何がよ。いいだろって。えお母さんなんだって。積み立てお母さん。 それ <laughs> でお母さん <laughs>、それでお母さん,んだよって、半切れで言われたら。そう、でもそれを超えて言ってくんない,といもうほっとこうって思うよ、こっちも。え<あ>、それ<う>、白状のやつだな。いい、いい、いい。だからもう、<あ>もう知らない、うん、こっちも。なんだよお。お前の嫁に任すから、全部。なんだよ。こっちはもう何も言わない。冷たい奴らだな。<laughs> <laughs> お前の奥さんに全部任すからな、もう。いやいやいや。一応心配して、 言ってきてたけど今までもういいいやお前らがもっと強めに言ってくれなかったせいでこうなっちゃってんだから、うん、なこれお前らの責任だから、うん、責任取るよなお前らって何 <laughs> だめちゃうん <laughs> <laughs> 口悪いぞ <laughs> なあこれ <laughs> お前らの責任だよお前 どっかでこのままでいったら面白いぞとか思ってたんだろ。お前らって言ってじゃん。な、お前らが、どっかでこのまま行ったら、めちゃくちゃなことになって面白いぞと思ってたんだろ。F4 の口調でも、同苗字とか。同苗字つかずの喋り方でお前らって。やばこいつ。本当によ。赤紙貼ってやっから F4、花よりだもん。いやその辺も、うん。 なんか全部こうグッとやってくれそうなぐらいしっかりしてるからな本当にそう奥さんね本当にそううん下手したらそうだよもう全部やってくれちゃうよ奥さんが下手したら下手したらなだってもう積み立てとかしてんだって俺してないのにいいのかだからもう最終チャンスというかさラストチャンスそのこのままと ししっかりした奥さんが全部やっちゃう、うん、そうするとお前がもう変われる時はないここででも奥さんに任せないでお前が変わって自分で動き出すかああ、はい、もうそれどっちかだね、うん、自分で動き出して人間として成長するか、うん、奥お母さんから奥さんに移行させて、うん、お前は何もできないままか、うん、どっちかだな、うん、どっちがいいと思う <laughs> 聞いてくんなよ <laughs> 聞いてくんなよ聞いてくんなよ澤部じゃあじゃあこういうこ,この感じの質問で聞いてくんなよ澤部、うん、いやいやどっちのべきだと思うじゃじゃもうそ,それがそれを決断できないのがもうやばいんだから <laughs> <laughs> ここを決断できないのが <laughs> <laughs> うん 後々考えましょう。<laughs> なんああ、<laughs> 現実逃避。<laughs> やべえよ。後々考えます。現実逃避です。から逃げました、はい。さあ、ということで、ハ市チのターン、毎週木曜深夜0時から TBS ラジオでやってますんで、聞いてください。 アジアンカンフージェネレーションで RERE でした。先週、岩井の結婚のね、お話があったじゃないですか。そうなんですよ。これで、ちょっとね、紹介できなかったんですけど、まあいろいろメールは来ております。ありがとうございます。はい。で、ちょっと遅くなりましたが、読ませてもらいます。東京都ラジオネーム、イタコの遺言。パンサー向井さんが、名古屋のラジオで、少し前に岩井くんと二人でロケをして、二人の絆、思い出とかを確かめるロケだった。 番組内では岩井くんが向井を溺愛してるスタンス。はい、向井さんもその流れに乗って、うん、こんなに俺のことが好きなら岩井くんは当分彼女とかできないんじゃないの心配だな、うん、と、偉そうに立ち回ってしまったが、うん、電撃結婚発表された今、うん、向井は完全にピエロだった。 私バカみたい本当に恥ずかしいオクラにしてほしい <laughs> と熱を持ってお話しされていましたが、うん、もちろん岩井さんの結婚は本当にめでたいと祝っていましたただロケの件は納得いってないみたいです岩井さんから弁明ありますかうーんそうね向井君にも言ってなかったからねうん,うん確かにそのロケはしたわ、うん、これあれだよね、はい、相葉さんのねそう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  番組でね番組でねそう向井君のことを好きみたいな感じでずっと言ってたね言ってうん彼女なんてできんじゃねよって向井が言っちゃってねかね向井君に気があるみたいな感じでずっと終始ねロケやっちゃってた時もちょっと後ろめたい気持ちがあったよそりゃあやっぱあったはあったんだそううんでもその向井君を後ろめたい気持ちがありながらもその気にさせてるうん っていうのにはちょっと興奮してるんだけどね <laughs> うん何言ってるかよくわかんないですよ背徳 <laughs>、うん、感というかね背徳感。何を言ってるのかわかりませんけどんそして、えー、こんなメールも来ております埼玉県ラジオネーム、うん、知る権利2006吉報に心はポカポカ秋の空 <laughs>、うん、帝国民が祝いをお祝い、うんうん 短歌送ってくんなって先週言っただろ。う先週ちょっとね、突然のこの発表で、パニックになったリスナーからね、お祝いする単価がね、意味わかんないから送ってくんなっつったじゃん。東京都ラジオネーム、いもけんピウス、陰ながら、祝福させていただきます。 空挺団の旗を抱きつつると、それとバイクの話されましたよね。<laughs> ちょうど。偶然偶然 <laughs> 来てたんですよ。来てたのそう。<ー>思い出したんだろうね。うん そうか、そのとバイ食って、この、ね、モケンピウスも。何陰ながら、祝福させていただきます。ここ、無駄じゃない祝福って、無駄にしてんじゃない祝福させていただきます。ここ減っでます。それはそうなんだから。空挺団の旗を抱きさせこれを入れたかったんですね。そして、ラジオネーム、来る、突如舞い込む、嬉しい知らせ、祝いを祝いて、 なしいんですかこれちょっとまた別のこのパニックに陥ったリスナーが短歌じゃなくてドドイツをちょっと送ってきてしまったりすなじみがねドドイツ7 7七5ですねドドイツをちょっとパニックになってしまってくんなよ平お見事全部金賞を差し上げますお祝い短歌金賞です リズム系のやつで送っニトリうんやおきんさんやおきんさんからお祝いもらってましたねお祝いはね,ね結婚のね,ねなんかこのブーケ型の、うん、そのチョコ味うまい棒これいいねで、えー、一応この包み紙みたいなのに「うんえー、祝い棒幸せ味」って書いてて、ね、いやいいですねで俺は てっきりの岩井勇気の祝いだと思ってひらがなで書いてあるんねえっってなってもらった時にこのためにえオリジナルで作ってくれたんですかみたいなテンションで「いやすごいっすね」みたいな言ったらもともとんかこういうねお祝いするための祝いっていうお祝いの祝い棒っていうのが売ってるらしくて売ってるですもう市販のものですねビレ版ねビレッジ版がちょっと パッケージとかもんかさお祝いの感じになってるからすごいっすね作ってくれてたんですよもともといやこういう形でやらせてもらってるんでみたいな自分が祝いってこと忘れてるよねいやそうよ祝われるようなこともねなかなかないしねまあねこんだけね祝いこれいいですねいやありがたいもんでねえいや 週間経ちましたねそうね一通りお祝いされたあれあれはいあれ赤飯あああそう食べたあのうちのうちの母親の赤飯母親から俺実家に1回帰ったんだけど赤飯が届いてて うん食べ食べましたよあ食べままましししたたた届届ききああなんか言ってそこの間会った時にすぐ届けたすぐ届けたからでうちの母親が言ってたんでいただきましたああよかったですよかったですおにぎりにしてもらってねああそうですか自宅にも持って帰りましたあだからよかったですどうでしょうお味はちょまあ素朴な味でん素朴な味ではいはいはい良かったですね 素朴以外でお願いできますかこのタイミングでその言い方その言い方トーン素朴まずかったんいやいやまずくないす全然おいしいそすおいしいっなんか無理やりねマイナスをこうプラスになんとかしようとする言い方じゃんそのでも正直ごま塩ですからね赤飯ってねまあねそうようん うちの母親作る赤飯は好きなんだけどねうちの子供たちとかそううちの妻もすごい好きでね赤飯作るってすごいよねでもね面倒くさいっちゃ面倒くさいよねんどくさいだろうね普通の米なんかなもち米ちょっと入れてるのかなもち米だったと思うよすごいねあらそうそう食べましたか食べましたよね